あれ、ビールなくなっちゃったな。あれ、買ってくる。ああ、私も行く。屋台のもの食べたい。あ、それなら俺も買ってくるけど。ああ、うん、そうだね、行こう、リオちゃん。じゃあ行ってきます。あ、ちょっとリオ、二人とも留守番よろしくね。気を使われた。まったく、あの二人は。エチカさん、花びらが。リョウさん、私、リョウさんのこと買ってきたよ。あのさ、イチカ、お兄ちゃんのこと好きなんでしょ？ずっとやんわりあしらってるけどさ、中途半端な態度だと正直お兄ちゃんがかわいそうだよ。いい加減はっきりした態度見せてあげてよ。大人になるまで待っててくれるかな。何言ってんの。待っててもらえるようにあんたが努力するのよ。いい男なんだから頑張んないとあっという間にどこかに行っちゃうわよ。ねえお母さん、何について言ってるか分かってるの？何よ、スルーしてあげたのにそこ聞いちゃう。母親って怖い生き物だ。好きだよ、リョウさんのこと。でも私じゃリョウさんに釣り合わないよ。歳だって離れてるし。お兄ちゃんはイチカのことが好きで、イチカもお兄ちゃんのことが好き。それだけでよくない？大事な兄と大事な友達の組み合わせとか最高じゃん。この間イチカさんにデートに誘われた。あら、やだ、よかったじゃん。でも断った。え、なんで？仕事が忙しいって嘘ついた。はあ、マジで。なんで？過去の自分の姿が浮かんで怖くなった。何より一華さんに辛い思いをさせたくない。このまま離れた方がいいんじゃないかと思ってさ。殴っていい？は？ダセーよ、リョウ。マジダセー。お前、一華ちゃんに散々迷惑かけてきて今さら逃げるのはダメだろ。逃げまくってたら本当に一華ちゃんどっか行っちゃうよ。それでもいいのかよ。それにな、大事な人に辛い思いをさせたくないなら努力するしかないと俺は思う。ちゃんと向き合ってやれよ、一華ちゃんに。俺から連絡するのって調子良すぎないか。お前って実はかなり真面目で不器用だよな。ダメだ、もう自分の気持ちから逃げちゃダメだ。じれったいって言葉が出た。会いたいってずっと見せた。なんで私のこと避けてたんですか。迷惑なことばかりしてくるし、鬱陶しいし、キザだし、犯罪ギリギリだし、頭と顔がいいアピールしてくるし、自己中心的だし、ひどいところばっかりだけど、でも好きです。私、リョウさんのことが好きです。はい、俺もイチカさんのことが好きです。何するんですか。俺はイチカさんが大人になるまで待つつもりだ。確かに今まで俺は疑われてもおかしくない行動をしてきたから、父さんが反対するのもわかる、認める。でも俺はイチカさんに会って変わったんだよ。イチカさんが大人になってもそばにいるつもりだし、そして大切な人として絶対に守っていきたいと思ってる。頑固だな、あいつは。そうね、
あなたに似たのよ。Benny's Adventure Team Assemble! I got this boy, yellow jacket, blue jeans, pushing himself with all his true brain. Rest of the team nowhere to be seen, blaming him so much.